皆さんこんにちは。モテ塾へようこそ。私はモテ塾塾長のミカミックスです。それでは今回の講義ときメモ4第6講やっていきたいと思います。じゃあまずは、カレンダーの確認ですね。まあ、やっぱりね、最初は予定の確認から行っていきます。来週が星川さんとカラオケでデートで、12月の試験明けに、護道さんと河川敷でデートですね。12月もう一回ちょっとデートを入れておきたいですね。なのでさつき先輩の連絡先をゲットしたので、さつき先輩に電話をしましょう。まあ、やっぱりね、電話番号をゲットしたらもう速攻でね、デートに誘う、これがまず礼儀ですね。もしもし、三上ですけど。あら、今日はどうしたの？相談なら話を聞くわよ。そうなんですよ、さつき先輩をデートにね、誘いたくてお電話をしたんですけれども、12月20日あたりなどいかがでしょうか？さつき先輩はまあ最初は無難に公園か、まあ、やっぱりショッピング街あたりがいいと思うんですけれども、まあショッピング街にしますか。よかったら来月の20日にショッピングに行きませんか？そうね、その日の予定は大丈夫みたい。いいわよ。それじゃあ来月の20日にショッピング街で待ち合わせってことで。それじゃあ当日ね。遅れずに行きます。それじゃあ。やった、楽しみだぜ。まあ、さつきさん相手にね、ふざけてらんないですからね。まあ、真面目に行きましょう、さつき先輩は。で、バッテリーが一つ余ってますけれども、まあ、これは最後に、ただしか、学ぶあたりに電話しますか。ちょっと待って、来週デートでこの体調か、ちょっとまずいな。やっぱり休日は寝ることが多くなりそうだな。で、まあ、疲れてるけど運動するか。運動が一番低いですからね。あ、そういえばもうすぐ柳さんの誕生日じゃないか。何かプレゼントしようかな。まあ、これは普通にプレゼントをしていきましょう。まあ、プレゼントをしないメリットはないんでね。何を買おうかな。外国のお菓子セット15リッチ。お菓子のミニチュア。1リッチって。まあ、外国のお菓子セットでも買いますか。15リッチってどれくらいの価格なんだろう。いまいち1リッチいくらに相当するのかわからないですからね。柳さんを探してプレゼントを渡そう。お、いたいた。ほんとすぐ見つかるよな。誕生日おめでとう。これプレゼントだよ。わー、嬉しいな。ねえねえ、開けてもいい？まあ、開けてもいいけど食べ物だからね。もちろん、どうかな。わー、なんで私の欲しかったもの知ってるの？そりゃストーカーだからだよ。もう女の子の情報ならバッチリ把握してるさ。うへへへへ、そんなに喜んでくれるなんて、プレゼントしてよかったな。お小遣いっていくらもらえてたっけ、1ヶ月。今日はデートですね。星川さんとカラオケ。そういえばどこで待ち合わせだっけ。これはカラオケですよ、カラオケ。それじゃあカラオケで星川さんを待とう。星川さん遅いな。もしかして場所間違えたのかな。まあ、これはでも毎回毎回出るんで。ごめん。でセリフも毎回一緒ですね。ごめんね。まあ怒ってないよ。星川さん秋服だなこれ。うん、ありがとう。さて入ろうか。うん、私歌うの大好き。今日は何歌おうかな。でも星川さんってなんか基本的にいろんなこと好きそうだから、デートに誘うときもそんなに困らないよね。いやもう最高だよ。ダメダメだよって。なかなかいいんじゃないかな。もっと聞きたいよ。いや星川さんの歌声をもっと聞きたいよ俺は。そうかな。嬉しいけど君の歌も聞きたいな。俺の歌なんて誰も聞きたくないでしょ。バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。別に歌い手さんとかじゃないですからね。最高の一日だったよ。また誘ってね。待ってるから。
でもね、ちょっと女の子が多くなってきたからね、ローテーションがね、長くなるんだよね。それじゃ、またね。バイバイ。まあ、そういうのは心の内に秘めておきましょう。もちろん言葉に出すことじゃないので。11月23。どうする？体調が50までいってるか。今日はじゃあ理系をやって、今週は寝るか。理系をやって、で寝ると。球技大会、あ、そんなのあったっけ。すっかり忘れてたな。運動はそんなに得意じゃないからな。今日はクラス対抗の球技大会だけど、どうしようかな。参加しましょう。よし、頑張ろう。ユウ、同じチームだな。一緒に頑張ろうな。まあ、こいつがいれば100人力だ。おう、頑張ろう。野球なんだ。負けた。マジか。屈辱だ。俺どこのポジションだったんだろうな。あー、バイオリズム最悪になってんな。11月29。じゃあちょっとただしに電話をして、まあ、パラメーター上げをしましょう。まあ、やっぱり運動系をね、上げていきたいんで。え、なんだ？なんて言ってた？ゆっくり話せた気がするって言ってたの。なんか体調的なものかな？バッテリーが切れた。じゃあもうこの時に寝ておきましょう。今ね、最悪のところにいるんで。あれで次テストだっけ？今月の小遣いは先月と同じ21リッチ。お小遣いの大半を誕生日プレゼントにつぎ込んだな。あ、柳さんがいる。あ、柳さんだ。一緒に帰ろうと誘う。柳さーん。あ、翔くん。いいね。柳さんはもうデフォルトで名前を呼んでくれるっていうのが最高だね。よかったら一緒に帰らない？うん、いいよ。それじゃあ一緒に帰ろう。調子どう？あ、柳さん頭はね、良さそうじゃないですからね。ちょっと失礼だけど、言い方が。そうなの？よかったら勉強教えてほしいな。それは構わないけど、どの教科？国語と数学と英語と歴史と。あ、歴史やってるんだね。それって全教科じゃん。実はそうなの。柳さんには勝てそうだな。順位は今日が12月6だから、そうだな、期末テスト前か。一応じゃあ文系を上げておくか。失敗した。ま、別にいいけど。よし、期末試験合格だ。よーし、完璧だ。マジか。数学だ、バッチリだ。理科だ。理科はね、ちょっと弱いんだよね。あ、大丈夫か、バッチリだ。超頭いいじゃんこいつ。バッチリだ。美術、バッチリだ。これ絶対成績いいよこれ。で、護道さんとデートですね。そういえばどこで待ち合わせだっけ。まあ、これは河川敷。こんなところでデートすんのか。ちょっとチョイス間違えたかな。デートって雰囲気じゃないよねここ。まあ、さ、デートの一環でここを歩くっていうのは別にいいけどさ、ここがメインでしょ。あ、護道さん遅れた。罰金だよ罰金。護道さんまだかな。ごめん。あ、護道さん待ったよね、本当にごめん。おお、まあ、とりあえずすっげえ謝ってんな。いいよ気にしないで。それよりどうしたの、遅刻なんて珍しいけど。それはなんだなんだ、どうした？何を着ていくか迷って。それでなかなかいいやつではないか。服を選んでたってこと？うん、だってほら、一応デートだし。まあ本当に一応だけどね。で、何よその顔ニヤニヤして。どうせ私には似合わない理由よ。ふっ、そんなことないよ。それじゃあ行こうか。
いや罰金はどうした、罰金。そうね、いやいくらそういうね理由だったとしても遅刻は遅刻だからね。今日はゆっくり散歩しながら話さない？その五道さんに聞きたいこともいろいろあるし。聞きたいこと？いいけど、私のことなんて知っても面白くないかもよ。まあ面白いか面白くないかって言われたらまああんまり面白くないよな。嫌いな場所とかも聞けるんだ。悩みとか俺なんかに悩みを打ち明けるほどのまだ間柄じゃねえだろ。まあ好きな場所はね、まあ図書館とかまあそういうところになると思うんですけど、嫌いな場所、まあ騒がしいところだよね。ちょっと嫌いな場所を聞いておきましょう。ところでさ、五道さんって嫌いな場所とかある？そりゃもううるさい場所よ。最近どこ行ってもうるさいから静かに読書もできやしないわよ。なるほど、ふむふむ。質問ってそんなことなの？もっと深いこと聞かれるのかと思ったけど、その程度のことならいつでも答えるわよ。もっと深いことも聞いていいのか。うん、ありがとう。また何か聞きたいことがあったら質問するよ。どうぞどうぞ。じゃあバイバイ、またね。うん、まあ、ちょっとそっけないデートだよなそりゃ今日は日曜日、あれここが、あ、発表日か。体調がちょっと戻ってきたけど、それでもやっぱり寝ておこう。少し多めに保っておきたいんで。で、どうしようかな。やっぱり理系だな。そうすると試験結果発表。あー、学ぶ3位かほぼ100点だからな。女子 B ってすげえな。女子 B、 男子 B がすげえな。で俺32、かなり頭いいな。お、五道さんより頭いいじゃん俺。よしよしよし、語学100点、完璧だ。だったからな、五道さんやっぱ若干数学が弱いんだな。いや、すげえいい位置にいるな。星川さんが72。あ、そうそうそう、なんかあのコメントで大橋くんっていう人が名前を使っていいですよって言ったんで、あの名前を使わせていただきました。大橋くんは82位ですねまああの別にね、あの普通タイプにしましたから。なんかね、普通タイプ、勉強タイプ、スポーツタイプかがあるので3種類から選べますね。で宮子が100位。宮子はね意外に頭良くないんですよね。で、柳さんは111位と、まあ今いる中では最下位ですね。まあただ男子 C、 女子 C がこいつら多分スポーツ系かな。よっ、まだ俺には勝てんな。いや、学ぶに勝とうとすると相当だからな。それこそ学年1位取らないといけないでしょう。それでも俺よりは高いけどな。いや、さてさてさて、冬休みが来ますね。冬休みが、バッテリーがやたら余ってんな。ちょっとこれはデートに誘うか。ちょっと星川さん結構誘ってるからな。まあじゃあ柳さんまた誘いますか。もしもし、三上だけど。ありゃありゃって何？これからすぐお出かけなの。ご用は何？あ、もうちゃちゃっと予定入れますんで、ちゃちゃっと1月の、ここからあれかな、始業式かな。あれ、そんなもっと始業式って早いよねまあいいか、連休のところに入れておきましょう。で、この前はブティックへ行ったので、コンサートとか、あれ12月ってなんだっけ。あ、吹奏楽だ。絶対興味ねえわ。柳さん絶対さ、アミューズメントスポットいいでしょう。まあ、カラオケとかもね誘えそうだけどね。よし、アミューズメントスポットにしよう。よかったら来月の10日にアミューズメントスポットに行かない？いいよ。おー、いいね。2つ返事で来るね。はーい、了解です。楽しみにしてるね。1月10日と、どうしようかな。さつき先輩ちょっともう一回誘っときたいな。さつき先輩誘おう。今日会うんだし後でいいやそりゃそうかごもっともですで、今日はさつき先輩なんで、ショッピング街ですね。いや、さつき先輩も遅れてくるのか。
初デートに遅れてくるのか。遅れてごめんなさい。何を着るか迷ってたら遅れちゃって。いや俺も今来たところですから嘘でしょだけどさつき先輩でも遅刻することあるんですね。ちょっと驚きました。あら、私だって普通の女の子なのよ。うっかりすることだってあるし、おしゃれもするのよ。そっか、そういえば今日の服すごく似合ってますよ。いいね、こういうところすかさず言ってくるのもさすがだね。俺あんまり言わないですからねあんまり言わないよねって言われちゃいましたからね今日はどこに行きましょうか。まあどっちでもいいけど、さつき先輩だったらなんかブティックの方が似合いそうな気もするけど、ブティックはちょっと取っておきましょう先に雑貨店でも行くか。うん、行きましょう。可愛い小物がいろいろあるわね。色とりどりで楽しいですね。いろいろと欲しくなってきちゃうな。にぎやかすぎて俺はちょっと、これどうかな。一番上でいいかな。うん、楽しいわね。なんか結構普通だな。見てるだけで飽きないわね。あ、割といい印象を与えたみたいだぞ。バッチリがいいんですよね、バッチリが。今日は楽しかったわ。また誘ってね。よし、早速電話しよう。またなんかちょっと冷たい感じがするな。それじゃあまたって。じゃあ電話しようと。おお、体調がすげえ、50切った。めっちゃ疲れて、もしかしてさつき先輩ってめっちゃ疲れるんだっけ。なんかね、そういうのとあった気がするな。人によって体力の減り具合がね違うんすよ。もしもし、三上ですけど。あら、どうしたの。学校の用事かしら。いやー、学校の用事じゃないんだけどね。学校の用事かしらって言われてさ、そのままデートの話題に持ってくのもすげえよなじゃあ1月の24、そうですね、ちょっとじゃあ美術館行ってみましょうか。さつき先輩だったら別に美術館いいでしょう。よかったら来月の24日美術館に行きませんか。そうね、その日の予定は先約があるわ。本当にごめんなさい。マジかよ、残念だな。先約って誰。女友達、それとも男性、もしや。気になる、気になって今日は眠れねえぜ。しょうがない。とりあえず今週は気になって眠れねえぜとか言ってるけど寝ないといけないからね、体調的に。さてさてさて、今日も寝とこう。ユウ、今日のパーティーどうするんだ。パーティー？なんだ、知らないのか。町の外れに伊集院邸っていうでっかい家があるだろ。その伊集院家ってのがうちの学校の理事長なんだと。そこでクリスマスパーティーがあるんだってよ。へえ。毎年恒例でな、生徒はタダで入れる上に食べ放題らしいぞ。ただしお前も行くよな。まあ一応。じゃまた夜に会場でな。セレブの世界を覗けるチャンスだ。あー楽しみだぜ。ああそうそう、プレゼント交換があるみたいだから忘れずに用意しとけよ。じゃあな。クリスマスパーティーか。これちなみにね、容姿が低いとね入れないんですよまあ別に普通に容姿は上げてるんで全然大丈夫です。もう本当にね30とかね、なんかそんなくらいだったと思います。遅くなってしまった、早く帰ろう。おや、あれは。お、また女のくせにすかしてんじゃねえよ。助けに行こう。てかさよ、黙ってねえでなんとか言えよ。この悪男君一体何なのなんか言って怖えよ。お前も仲間か。いや、今の俺の根性なら耐えられるはずだ。ぬお、なんて鋭い眼力なんだ。だがこの程度で俺の根性は砕けやしない、お前思ったよりやるね。そんなんでいいのみたいな。それはどうも。それより俺はさっきのやつの仲間なんかじゃないんだけど。本当だって、俺はただ君を助けようとして。助ける？私を？
そうだよ、相手も強そうだったから助けなきゃって思って。やっぱりね。え、ごめん、私の早とちりだったみたいだね。何がやっぱりねだよ。助かった。途中からそんな気はしてたんだよ。見た目も根性もさっきのやつとは違うしね。いや気にしないでよ、結局余計なお世話余計なお世話だったみたいだし。それよりさっきは何を揉めてたの？いや、さっきのやつがうちの学校の女の子に絡んでたんでね。あ、それはちょっと良くないね。ちょっと注意しただけだよ。そうだったのか。で、その子は？無事だと思うよ。私が割り込んだ時に慌てて逃げてったから。え、俺も言わずに？よっぽど怖かったんだろうね。まあそんなもんさ。巻き込んで怪我させるよりはいいよ。そうだったんだ。ところでお前、名前は？あ、俺は三上翔。私は龍光寺海。お前と同じきらめき高校の生徒。それ制服見りゃわかるよ。うん、よろしくね。こちらこそ。それにしてもうちの学校にもまだ骨のあるやつがいたんだな。ちょっと嬉しいよ。それじゃあ私は行くよ。またな。あ、行っちゃった。龍光寺海か。不良っぽいけど悪い人じゃなさそうだ。なんか不思議な感じの子だな。早速電話番号をゲットしなければ。さてプレゼントも用意したし、着替えてパーティーに行こう。Please excuse me. きらめき高校の生徒さんですか？そうですけど。Oh, excellent! 合格です。あなたはここを通ることができます。入場チェックかな。なんか怪しい人だな。あ、そうそう、容姿が低くてもね、なんかね、運動値が高ければね、入れてくれるんすよ。そういう趣味なんで、あいつは。すごいな、来賓といい、料理といい、金持ちのパーティーって感じだぞ。おい、何ぼーっとしてるんだよ。てか、こんな服持ってねえだろ、普通、高校生でさ。あ、学ぶ、ただしも。こんな豪勢だと思ってなかったって顔してるぜ。はは、わかる？わかるっつの。俺たちも驚いてたところだからな。世の中セレブっていうのはいるもんなんだな。まったくだな。さーて、それじゃあセレブな女の子とお近づきになってくるかな。じゃあな。俺もお近づきになりたいぜ。おい学ぶ。じゃあ俺も行くよ。あいつを一人にすると何するかわからないからな。いや絶対こいつモテるだろう。確かに。お、柳さん。あ、メリークリスマス。あ、そうか、今日クリスマスか。メリークリスマス、柳さん。今日は一人で来たの？ううん、お友達と一緒なんだよ。あ、ごめんね、友達が呼んでるみたい。じゃあ、またね。うん、行っちゃった。お、星川さん。こんばんは。いや、こんばんは。君も来てたんだね。もう人で知り合いを探すのも苦労しちゃうよね。そんないっぱいいるか。結構空いてるように見えるけどね。うん、迷子になりそうだよ。だよね、私も早速友達とはぐれちゃったもん。そうなんだ。俺だったら星川さんのことはすぐ見つけられそうだけどな。さすがストーカーだよな。どうして？そりゃストーカーだからだよ。いや、ドレスが綺麗だからね。ドレスが綺麗っていう。いやいやいや、星川さんも綺麗だよ。うんって。ありがとう、嬉しいな。あ、でも綺麗なのはドレスだけ？いや、さっき言ったじゃん、だから。え？冗談冗談。それじゃあ私、友達のことを探してくるね。じゃあね。あ、プレゼント交換が始まるみたいだ。どのプレゼントにしようかな。うん、まあ、これはね、ランダムなんで、とりあえず真ん中にしときますか。よし、真ん中のプレゼントにしよう。どれどれ。これは、マイクと卓上スタンドのセットだ。レトロな感じがいい味を出してるな。あ、翔くん。柳さん。そのプレゼント当たったんだ。あ、そうか、柳さん放送部だもんね。あ、これ柳さんのプレゼントだったんだ。なんだか懐かしい感じがしていいね。飾っておくのにちょうどいい感じなんだ。でもちゃんと使えるんだよ。へえ、すごいな、ありがとう、大事にするよ。うん、
それじゃあね。うん、じゃあね。今日は来てよかったな。さて、そろそろ帰るとするか。お、アイテム。マイク卓上スタンドセット。これなんだっけ？こうしてクリスマスパーティーは終了した。今日から冬休みだ。ま、寝てばっかだけど、とりあえずちょっとアイテムを見てみますか。身支度的なものだっけな。身につける。そういや、なんもねえな。ま、特にね、必要ないって言えば必要ないんですよね。まずはマイクに慣れよう。装着する。あ、これつけるとどうなんだっけ？マジでわからん。あ、芸術が上がってるね。プラス2。いいね、いいね。まあ、じゃあつけておきますか。せっかくなんで。よし、ここはちょっと運動をして、これで全部80台になったかな。年末をさ、なんか勉強したりして過ごすのってちょっと嫌だよね。あ、そうかそうかそうか。ちょっと、この前、さつき先輩に断られたから、1月が結構空いてるんだよな。もう一回ちょっとリベンジするか。あ、違う違う違う。そうだよそうだよ。龍光寺会の連絡先を聞いて、龍光寺会をちょっとデートに誘うか。あ、何？あ、もしかして、女の子のことでしょ。あ、当たり前でしょ、もう。いいけど、誰の情報を聞きたいの？龍光寺会と。ちょっと待ってね。龍光寺会。4月14日生まれ、お羊座の A 型、帰宅部はてな、167センチ、ちょっと怖い感じだけど、悪い人じゃないみたい、よく学校サボってるけど。はい、やはり不良か。こんな感じよ。他に聞きたいことは？評価も聞いておきましょう。評価はね。うん、もう龍光寺さんとか五道さんとかぶって見えねえし。へえ、それなりに頑張ってるみたいね。他に聞きたいちょっとね、女の子が多くなってきて大変にはなってるけどね。また何かあったら連絡して。それじゃ。で、じゃあ龍光寺会電話しましょう。いやでもさ、いきなりさ電話かけて大丈夫か、なんだおめえはみたいな感じで言われそうだけどね。よ、何か用か。あ、でもそうか、もっとフランクに誘えるか逆に。じゃあ1月24。龍光寺さんはどっちかっていうと、なんかスタジアムとかそういう方が好きそうだけど、ゲーセンとかもね、多分結構好きなんですよね。またアミューズメントスポット誘おうと。よかったら来月の24日、アミューズメントスポットに行かない？そうだな。OK、問題ないよ。おお、やっぱりな。それじゃあ来月の24日にアミューズメントスポットで待ち合わせってことで。わかった。多少遅れるかもしれないけどさ、まあ気長に待っててくれよ。うん、もう遅れるの前提だな。うん、楽しみにしてるよ。それじゃあ、やったぜ。1月24。バッテリーが切れた。まあ最後ね、年末くらいはね、やっぱり寝ましょう。あ、そう、12月31って誕生日なんだ。あれ、誰か来る？あ、星川さんだよね。そうすると、てか星川さんしか評価上がってないからね。あ、わざわざ12月31日に来てくれたんだ。これを君に渡したくて。もう絶対祝ってくれないですからね、12月31誕生日だと。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。はい、プレゼント。え、もしかしてこれを渡すために来てくれたの、こんな大晦日に。うん、あ、中身はあまり期待しないでね。それじゃ私は帰るから、バイバイ。わざわざ星川さんが来てくれるなんて嬉しいな。アイテム、癒しのアロマキャンドル。そういうの手に入れるんだっけ。元旦。今日から新しい年の始まりだ。今年もいいことがあるといいな。あ、メールが来てるぞ。最近は年賀状メールですね。もう普通に。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。今年もお互いに頑張ろうね、マキ。学ぶ。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年は頑張ろうな。主に女の子方面でいろいろとな。学ぶ。俺はもうめっちゃ頑張ってるよ。ただし、明けましておめでとう。今年もよろしくな。
すげえ簡素だな。まあ男はね、そんなもんすよ。別にそもそも送らないし。俺も返信しとこうっと。送信完了。さてと。誰か誘って初詣にでも行ってみようかな。あ、まあこれは誘いましょう。星川さんと。あ、星川さん？お、明けましておめでとう。明けましておめでとう。よかったら今から初詣に行かない？行く行く。すぐ支度するね。よかった。予定空いてたか。嬉しいな。それじゃあ神社の前で待ち合わせでいいかな。なるべく急ぐから。それじゃあまた後でね。あれ、家近いの？それじゃあ神社で星川さんを待とう。おー、いいね。振り袖着てるよ。すごい人混み。みんな新年の願い事をしに来てるんだよ、きっと。神様もこれだけの人数の願い事を一つ一つ聞かなきゃいけないんだから大変だよね。いや別に願い事そもそも聞かないからね、神様は。ははは、確かに。何をお願いしようかな。ね、これはね、健康祈願でね、体調がアップするんですよ。これが一番いいっすね。健康で丈夫な体になりますように。その願い叶えて信じましょう。おお、その気になってきたぞ。気のせいか、神様の声も色っぽい。あ、おみくじだ。ねえ、引いてみようよ。いいね。新年最初の運試し、どんなのが出るかドキドキするね。まあ確かにな、いいのが出るといいな。いいのが出ますように。あ、大吉だ。よしよしよし、幸先いいな。え、今日がいいの？大凶じゃないでしょ。だからこれでいいんだ。てか普通大凶はね入ってないんですよ。ポジティブだな。すごい人混みだったね。でも晴れ着も着れたし楽しかった。それはよかった。それじゃあ帰ろうか。うん。いやー、新年からすげえいいことあったな。誕生日プレゼントもらえたのはちょっと意外だったな。あ、みやこ、おはよう。はい、今月のお小遣い。あ、サンキュー。22リッチ。お、1円上がってるね。成績上がったから額もちょっと上げておいたって。よかったじゃない。おお、やったな俺。いけない、もうこんな時間。それじゃあ私行くね。行くって学校？うん、部活の準備をいろいろとね。じゃあね。1月2日からもう部活があるって大変だな。野球部とかか？それ先生も大変だよね、顧問の。1月2日からもう出勤すんのっていう感じだけどね。というところで、では第6項は、今回はこれで終了したいと思います。大吉が出てね、幸先もいいような感じになってきてるので、次回以降も頑張っていきたいと思います。そうですね、体調の方126まで回復しましたね。ただね、女の子がね結構いっぱい出てきたんで、ただね、ようやくモテ師としての本領を発揮してきたといったところですかね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。